こんばんは。こんばんは。東方神起です。違うよ。違います。ありがとうございます。ね、男4人だからさ。気持ち悪い。申し上げる。ファッションタイム原宿の時間となりました。はい。はい。本日でなんと第10回目の、ああ記念すべき放送となりましたので、はい、よろしくお願いいたします。そうそう。で、ちょっとね、その10回目ということで、今まで見た人は、お、なんかちょっと違うんじゃないっていうのは。ちょっと違うよね。ね。ちょっと分かってくれたかなと。ここどこ？そう、ここどこなんだと。どこなのここ。今まではファッションタイムサーモン原宿と、うん、いました ね、うん、サーモン原宿さんのお店で撮影の方させてもらってたんですけど、はい、やってましたね。岩ちゃんち、ここ違う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 、お邪魔します。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 もういいね、何でも好きなの食べて。違うか。今日は今日はスタジオで、スタジオね、はい、はい、10回目となったのでスタジオからお送りします。はい、はい、今後もまあスタジオを含めて、まあ、また原宿のねどっかいろんなお店とか行ったりして、まあ、撮影しようかなと今検討中でございます。本当？はい。31行こう。おう。31でやろう。ねえ、だけじゃん。いや、それどうなんですかね。何これ。やりましょう。やりましょうね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、ちょっと今見て分かる通り、はい、1人ちょっとね、はい、今まで見てくれてる人もなんか知らない人真ん中にいるぞ、うんうんうん、しかもかっこいいぞ、ちょっとかっこいいぞ。いや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 、せっかくだから自己紹介してもらおうかなと。あ、お、よろしくお願いします。気になってたんですよね。うん、実は今ちょっとまだいらっしゃらないんですけど、去る人の紹介でですね、こちらに、ちょっと今真ん中にですねドカンと座らせていただいております、うん、篠木孝明、バリトン歌手です。はい、お、歌手ですか。バリトン歌手です。バリトン、あ、そうなんですか。バリトン、バリトンって何ですか。クラシックとか。そうだよ、クラシックだよ。はい、さすがご存知。バリトン知らないの。クラシックだよ、ね、バリトン知らないの。そう、ここまさにおっしゃるの。何回も言ってる。あれ、よくやってますよね、バリトンね。本当にバリコレジャパン。違う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 。やだね、バリコレ。そうですね、はい、オペラだったりとか。ちょっと聞きたいですね。聞きたいですね。ちょっとワンフレーズ、ワンフレーズ。ほう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 。はい、モーツァルト。あ、モーツァルト、ね、よく、はい、授業 の、 教科書とか、ね、はい、僕2歳ぐらいで聞いてきました、モーツァルト。さすがです、ね、はい、もう突っ込まないよ、俺は。わからないよ。失礼します。はい、まあ、フィガロの結婚ってオペラがありまして、 あれですね、はい、もうさすが有名のあれですよ。有名です。もうバリコレジャパンとか。分かった、歌おうか。はい、とりあえず歌おうか。それとですね、もうとうまいじゃこの調子をっていうのの頭のフレーズいきますね。お願いします。Non piandrai farfarone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto ad un cino d'amore. Delle belle trovando riposo, narcisetto ad un cino d'amore. Teke teke ten ten. Andrenge andrenge boy. Andrenge andrenge boy. Oi. すごい。いやいや、すごいね。ありがとうございます。びっくりした。ね、人気が急にガラッと変わった。ね、俺鳥肌久々に食べました。チキンスキン。俺もなんかもうちょいね、なんか軽い感じなのかなと思って。まあ、いやいやいや、結構本格的で。でこれはうちのクラシックの竹も負けてられない。竹はすごいよ。やつのクラシックはすごいから。竹はすごいよ。うん、ちょっとワンフレーズだけ。ワンフレーズだけ。だけぜひぜひ。はい、お願いしますよ。はい、熊の子見ていたかくれんぼ。はい。止めてくれないんですか。続けてよ。誰か止めてくれないんですか。続けてよ。続けようよ、今。続けますよ。続ける。ここだよ。続ける力だよ。うん、申し訳ない。いや、どうも。まあいいです。まあいいです。はい、ね、はい、いつも声の時間食うんだから。ごめんなさい、ね。あるでしょうけど。ああ、そうだそうだ。あの、せっかくファッションタイムと。ファッションタイムあるよ。しかも男4人だけだと。誰か遅刻してますよね、一人で。まあ、もう一人がこの辺に。もう一人いるってんだけど、誰か遅刻してますよね。自分にね、7時ぐらいには来るって来てたんですけどね。7時、ご承知ですね。うん、ご承知しました、後で来た。なんで、一人、まあ、こう言ってんで。はい。はい。はい、今日、ガチガチに緊張してるという噂の。あ、噂の。噂の。はい。さつきちゃんに。さつきちゃん。はい。来てもらいたいと思いますが。はい。大丈夫ですか？マシマシやりますか？はい。じゃあ、さつきちゃん。はい、ファッションショーですよ。はーい、さつきちゃん。早いねー。はい、今日
今日のファッションですよ。はい、じゃちょっと一回転しましょう。一回転、ね、なんかグッサンとちょっと似てるね。そうだね、ちょっと被ってるね、今日からね、うん、合わせてきたんですよね。今日から合わせてない、そう、空気はね、読んだ方がいいんだよね。被っちゃう、被っちゃう、大人の世界だから、この辺ね。たまたまです、はい、たまたまだよね。そう、たまたまなんです。いいね、たまたまヒョウ柄着ちゃうっていうね。まあ、アニマル好きですか。じゃあやってみましょうか、モノマネね。はい、はい、猫かなんかがちょうどいい、ね、無茶ぶり。はい、どうぞ。はい、どうぞ。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。今、子供をいじめるという。さつちゃん何歳？12歳です。 12？ え、小6？ 中 1？ 中学1年生。あ、中学生ですね。ちょっと中学生には今厳しかったね。だけどね、いきなりモノマネしろと。いきなりモノマネはきついよね、大人じゃないとね。確かに確かに。え、ね、なんか好きな科目とか得意なものとかってありますか。好きな科目は美術、うん、美術。好きなことは好きなアニメで小説を書くこととか、絵を描いたりすることです。小説いきますか。なんだね、すごいですね。今度書いてます。一応ね、あのここの一番端っこのおじさんはね、あの学校の先生なんですね。あ、そうそうそう、元々は学校の先生だったんで。先生いたでしょ。いた？いたでしょ。いないね。いないかな。うん、うん、あ、いいよ、大丈夫。ないない、大丈夫、大丈夫、大丈夫。はいはいはい、ということで、はい、本当はね、うん、本当はね、ちょっとここで時間稼ぎながらもう一人来るかなと思ったんですけど、はい、いいですよ、あんなのほっときましょう。いい？もういいです、いいです、はい、やっちゃうじゃん。やりますよ、もう。やっちゃう、やっちゃいますよ、このメンツで。やっちゃう、本当に。花ありますもん、オペラ歌手に、ね。確かに、確かに。あの、インドネシアの方に、学校の先生にね。はい。で、若いの入ってね。じゃあ、わかりました。じゃあ、ゲームいきます。ゲームやりますか。ゲーム。じゃあ、ゲームのコーナーで。ゲームのコーナー、さあ、今日はですね、はい、最初に、はい、自分がちょっと四字熟語を1個書きます。おお、今流行りの、はい、意味は教えません。なんでですか。それを、それを当ててもらうと、はい、で、その意味を、はい、まあ、もし分からない時でも、はい、自分は絶対こういう意味だろう、まあ、漢字見れば大体分かりますから、はい、漢字を見てこういう意味だろうっていうのを自信持って答えていただきたい。自信持ってね、自信持って、はい、こうじゃないんですか、こうじゃないんですか、じゃなくて、はい、こうですと、こうです。あー、むしろこうだけだ、ね、そう、はい、で、まあじゃあ簡単なのでお願いします。まあ、もちろんもちろん。はい、みんな四字熟語、四字熟語を知ってる。もうそれは知ってるよね、中学生で習うもんね。でも国語はちょっと苦手です。じゃあ好きな四字熟語何ですか。焼肉。焼肉2文字。定食。定食付き。それ自分たちのね、プライベートのやつだよね。うん、ああ、もう。お目組まないで。聞いてるんだから、あの、さつきちゃん。すごい、すごい簡単なのでいい？はい、お願いします。ぜひ。はい。これ何かあるんですか？いやいや、これほら、クイズ当たったりとかして。ああ、はい、忘れてたよ、俺。忘れないで。番組だから。ちょっと待ってね。はい、お願いします、早く。当然。はい。勝った人、まあ勝った人、当てた人には、はい、商品があります。商品あるの？当然当然。例えばその今かけられてるメガネとか。なんですか？いやいや、メガネはない。私のなのであげませんが、はいはい、せっかくなんで、まあ1億円札。お、見せられちゃったら欲しくないよね。欲しくないよね。1億円って言ってくれてれば、まだちょっと、おい、やるぞみたいになったんで、これ、見た瞬間やりたくなくなってきた。カットしろと、生放送だよ。1億円で、うん、1億円ね、はい、わかりました。じゃあ、みんなが見てお菓子なんですか。お菓子、あ、どうなんだろうな。違う、いや、札かもしんないよ。うん、お母さん、ぜひ、ぜひ当ててくださいね。1億円札食べてること言いたくないよね。で、今日はですね、そういえば特別、はい、まあ、特別ゲストではないんですけど、はい、はい、実はちょっとおでんを作りにね、お、あの、第10回目の記念ということで、はい、まあ、おでんを作ってもらってるんで、おでんおじさん、はい、おでんおじさんがいますんで、はい、あの、罰ゲームのプロなんで、罰ゲームのプロ、はい、熱々のおでん、熱々のおでんを、はい、食べさせてくれるそうなので、はい、六本木に食いに来てください。一人で食ってる。一人罰ゲームやってる。何もやってないけど。はい、というのもやってもらいます。はい、わかりました。よろしくお願いします。やりましょう。じゃあ、簡単なやつで。簡単なやつね。はい、まず、なんて読めるかわかりますか。はい、わかります。わかるよね。わかるよね。はい、はい、
私ここの時間って、うん、寝てるんですよ。寝ちゃったね。うん、親がいる前で言っちゃうよ。寝ちゃうの？いや、あのみんな、うん、みんな寝てるよ。どんな子だ。みんな寝てる。みんな寝てるよ。ね、みんなここまでと寝るの。学校で、なんか、うん、先生が、うんうん、なんか、うん、寝ろと。国語の時間が面白くないから、うん、寝ていいよ。寝ていいよと。なんか。もう寝ても何も言われない。言われない。あ、先生ももうあのもう承認しちゃってね。じゃあこれわからない。国語って成績悪かったんですよ。なるほど。タケちゃん、タケちゃんわかるでしょ。タケタケわかる、わかるよ。大学生なめるって、ね。わかりますよ。なんていうの、名前はなんていうの。なんていうの。これ。はい。温故知新です。おお。はい。じゃあ温故知新ということで、これの意味を。これわかるでしょ、これわかるでしょ、大人なんだ。とりあえずね、最初なんで、はい、もし誰が当たったらもう一個あるんで。あ、そう、それを書いて。 OK、 じゃあもうそのまま当てちゃっていいよね。時間いる？挙手制にするじゃん。おお。挙手制にしよう、温故知新。じゃあ温故知新、分かるでしょ、意味分かる人。分かんないね。うそー、温故知新ぐらい分かるでしょ。じゃあ分かんない、漢字見て多分こうだろう。分かるでしょ。タケちゃん、起きないよ、タケちゃん。はい、タケちゃん、はい、わかるよ、うん。はい、温故知新。ちょっと見せてもらっていいですか、インスピレーションをね。インスピレーションね、大事だよ。温故知新知ってるでしょ。もう書いてある通り。うん。ふんこ知新じゃないの。お、うん、ふんこ知新じゃない。ピーピーピー。なんだ、なんだ。古いことから学んで新しい知識を入れる。近いんじゃないの。正解でございます。おお、いや実はね、分かってたんですよ。分かってたでしょ。やるね。ちょっと冷や汗がちょっとね。俺今脳をだいぶ使ったから。これもう一個書いてさ、はい、うん、高明くんが答えちゃったら、うん、もう次のゲームやっちゃうけどね。いいよ。おお、じゃあ俺が罰ゲームだな。決まっちゃうんですかそれ。何このゲーム。これいいの？そう、高校の時間だよ。高校の時間、高校の時間。寝てていいよ。高校の時間だから寝てていいよ。先生こっちだから、ね。はい。うん。はい。ああ、じゃあこれわかるでしょう。これなんていうの？これこれそのまま読むだけ。私読んですか？読む、読んでる。なんなんとか読むだけ、うん。そのまま。うん。苦手なんだね。苦手なんだね。苦手なんだね。いや、5科目すべて苦手なんです。全部勉強できない子になる。大丈夫、ダメな子なんじゃない。大丈夫、技術はいける。うん、やることなら大丈夫なんですけど、うん、覚えられない。頭使うのはちょっと分かれ、その気持ち。めんどくさいんですよ。めんどくさいよね、頭使うのね。、うん、まあ、読みはふわらいどうと言います。ふわらいどうです。ふわらいどう、はい、これはじゃあもうぜひね、うん、うちのバリトンさんに、はい、任せてください。どうぞ。だってもう漢字見たらすごい。そうだよね。わかりますよね。今ちょうどね、はい、雷の時期だし。雷だ。お寺で言ってくださいよ。ついてくるわけですよ。そう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 、完璧ですよ。はい。はい、どうぞ。はい。これはですね、はい、歌ってる僕の後ろで雷がついてくるぜっていう意味です。ですよね。ですよね。ですよね。ドラシャン。あの、おでんの方よろしくお願いします。はい、本当よ。今のはね。今のはね。今のは罰でしょ、これ。おかしいでしょ。卵とかいる。卵いいんじゃないですか。何がいい？何がいい？おかしいな。やっぱ卵ですよ。卵ですね。卵めっちゃ美味しいですからね。見てくださいよ。おでん屋さんが、おでん、あ、おでんおじさん、やりましたよ。熱々ですね。はい、熱々ですよ。からし付きだ。あ、からし付きでちょっと。はい。罰ゲームだよ。たっぷりついてる。罰ゲームあると、こういうふうに間違えると。これ、もう、手で食べる。はい。間違えるとですね、システム的にはおでんおじさんが熱いおでんをくれるっていう。一気に食べろ、めちゃめちゃ熱いですよ。これ割らないでね、一口でいっぱい食べる。そうそう、一口でね。はい。ちょっと見えるようにお願いします。これもぜひね。あ、もうぜひぜひ。湯気がすごい。美味しいですよ。うん、でもこの辺とかね、ちょっと返しとく。冷やさないでもらっていいですか。あ、湯気です。じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。一口でね、このタイミングだったよね。一口ですよ、この感じでね。はい、どうぞ。
歌えなくなったらごめんね、うん、超ためらってる、うん、熱い、やばい、熱い、やばいやつ、出すとけそっち行っていいかな、やばいやつだな、やばいやばかったら向こう、やばいやつだな、やばいやつだな、はい、じゃあ次、さあ、どんどんね、人数が減っていきますが、一人ずつね、やっていきますからね、これ脱落方式なんですか、そうだよ、だけちゃん、じゃあ、さつこちゃん、じゃあ、さえぐささんもね、参加していただきましょうか、僕もじゃあ次から、この次から、この次からね、じゃあさつきちゃん、これの意味をこの漢字で、雷、うん、雷が、雷が怖い、雷が落ちる、雷が落ちる、落ちる、あー、それは稲妻とかでいいんじゃね、あ、好きなんです、アニメめっちゃ大好きで、あ、そこは話してない、あ、稲妻イレブンとかじゃない、うんうんうん、で、いい天然かな、おでんお願いします、お願いします、退場するから優しいやつでお願いします、おでんおじさんに頼んで、ちくわはちょっと大事、なかなか帰ってこないね、彼、なかなかもう帰ってこない、食べ終わるまで帰ってこないシステムですからね、じゃあまあせっかくまあ四字熟語の強さは、さっきタケが見せてくれたんで、ビシッとタケでまとめたいと思います、僕っすか、はい、タケお願いします、わあ、ライド、物事は雷のような速さで進行していく、うん、おでんお願いします、お願いしますよ、全員消えちゃうんですか、そう、全員が一人ずつ消えちゃう、そう、裏でちょっと回復したらね、戻ってくるから、あの、何でいきますか、たけちゃん、何でいこうか、大根とかこんにゃくとか、何でもいいですよ、大根いいかもね、おでんおじさん食べますよ、大根いいですね、大根、はい、染み込んでて、普通に食べれれば出なくて大丈夫、普通に食べるぞ、みんな無理だろうな、これさ、振りですよね、今完全に、はーい、なんかいい音がしてきた、ピポポン、ピポポン、こういうタイミングでね、こういうタイミングでね、ちょっと来るからね、食べてもらいましょうかね、いただきます、はい、はい、バッチリです、どうぞ、このおっさんを、これあれですね、退場なしで食えって言ったら、そうだよ、そうだよ、美味しく食べれれば、タケは大丈夫ですよ、あっくいそんな熱くはないよね、そんな熱くはないよ、ね、え、一人退場しました、退場しましたね、一人ね、どうですか、さつきさんお味は、どうですか、じゃあ熱いじゃないですか、美味しいよね、あとはオーバーリアクションなんだよね、みんなね、普通に食べればいいのにね、本当は冷えてるのにね、はい、帰ってきました、帰ってきました、はい、オペラがしてる、ちょっとね、戻ってくる間に、はい、ちょっとふわらいどうの意味を教えてください、はい、はい、ちょっとあんまりね、漢字に、はい、感じどういうことですか、タケちゃん、分かりにくいと思うんですけど、はい、どういうことですか、タケちゃん今あっちに来てるけど、イバちゃん、どういうことですか、はい、意味はですね、はい、自分のしっかりした考えを持たず、はい、他人の意見に同調すること、あはははは、なんか全然なんか誰かが言ってるの、そうだねそうだねって言ってるような、うん、わっつらってことですか、ね、そう、はい、ふわライドしてんね、あっていう意味でございます、自分のことじゃん、いつふわライド、そうだねこれだよ、分かった、ふわライド、学校で出たらこれ言えねえよ、ふわライド使ってね、はい、先生ふわライド、はい、ということでですね、はい、やっと、ちょっと待って、やっと、はい、遅刻者が、去る人が来たんで、まあ、せっかくだから、はい、ファッションショーやって、ファッションショーね、はい、ファッションショー、ここら辺ね、はい、はい、じゃあ今日 あの遅刻者どうぞどうぞ、ファイナーはい、何でしょう、ここで、うん、あー、そんなぶりっこしてっけど遅刻してっかんね、はい、どうぞ、さて、はい、こっち、はい、あ、こっち、こっち、めっちゃ上ですよ、はい、なんか、体格いいな、はい、もうなんかね、レイラさん、はい、おかえりなさい、あ、おかえりなさい、よろしい、はい、レイラさん、遅刻したということでね、はい、あの、あれもらいましょう、あれ何食べたい卵欲しい、卵欲しい、卵欲しい、やっぱ、卵アレルギーなるほど、こんにゃく、こんにゃくいこう、はい、こんにゃくありがとうございます、こんにゃくはね、あの、体をきれいにするから、もっときれいになった、さらにね、もっと綺麗にデトックス系、ありがとうございます、いい、ね、カメラタケちゃん食べさせてあげなよ、一人食べれないから、そうですか、一口だよ、じゃあ一口でいきましょうかね、一口だよ、タケちゃん、いいですか、僕、ちょっと待って、頑張る、レーダーならできる、僕、容赦ないですよ、はい、どうぞ、あ、箸食っとるから、箸なんか掴んでるし
退場するバーチ。退場するバーチです。大丈夫？大丈夫なの？舌みたいになってるよ。大丈夫？今日はこの口に入れてもらったままの状態で、ね。体調の悪い、はい口。口に入れてもらったままの状態で続けましょうかね。続けましょうか。はい。次は。はい。やべえ、もう時間ないですけど。やばいやばい。もう一個。はい。今度はことわざ。ことわざ。ことわざを自分が言います。はい。はい。で、今度は意味を言います。はい。これも挙手でできますか。うん。ね、あ、そうしましょうか。時間ないですかね。はい、お願いします。うん、で、例えば、猿も木から落ちるとかだったら、まあ、要は、まあ、上手い人でも失敗することあるよ。竹も木から落ちるみたいな。ああ、竹、うん、が木登り上手か知らないけど、知らないけどね。はいはいうん、まあ、それを自分のことわざ、うん、に変える変えて言葉ですね。うん、で、お題としては、はい、猫に小判。おー、まず意味知ってますか。意味、意味知ってますね。これ猫に小判の意味、猫の語源知ってるよね。さつきちゃん、さつきちゃん知ってるよね。猫に小判どんな意味でしょう。うん、何かな。猫に小判なんか思った通りどうなるかな。うん、猫が、猫に小判、そう、猫に小判をあげると猫が、猫がどうなんの。まずじゃあ現代風に言うとね、猫にほら千冊渡すと、はい、どうなる、うんうん、どうなると思う。どうなる。チーン、絶対分かってないよ。もっと中学生相手に。いや、習ってるじゃん。じゃあ、レイラちゃん分かるんですか。分かりますよ、ね、豚に真珠ですよ。おーおー、どういう意味、その意味はですか。まあ、猫に小判って言ったけど、まあまあどうぞ、うん、天然か。あ、そっちか。一緒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 。でも意味一緒だよね、うん、意味を考えてた。はい、意味は、意味は、まあなんか難しいね、言うの。分からんのかい。分からないんじゃないか。分かるんだけど、分かるんだけど、それを日本語でちゃんと説明するって難しい。それが分からないってことなんで。分かった。バリューが分かんないことが分からない。はい、はい、お願いします。どうして、どうして、どうして。お願いします。意味がないね。そうということですね。そう、全く意味がない。絶対違うよ、なんか違う。価値のあるものも、それがわからない人には全く意味がない。ということで、はい、それを自分なりの言葉に。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、これまた、これはね、いいですかね。しかもなんかさ、なってるからね。はい、これ、はい、はい、お願いします。オペラ歌いながらお願いします。オペラお願いします。ごめん、あ、オペラ、すぐ私に。冷やさないでください。そのまま、はい、参ります。はい、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 私のお墓の前で出さないでください。ちくわをね。あ、そうですね。いいことだね。秋川さん、すいませんでした。すいません、秋川さん。最高だね。はい、最高。ということで、はい、猫に小判、はい、豚に真珠、カッパの川流れ、はい、馬の波に連絡と。大丈夫？退場するときどうしようか。ああ、ああ、ああ、言わないでね。言わないでね。うるさくてもう、俺。早く進まないで。はい、それは自分の。はい。はい、ことわざにできる人。はい、お、じゃあ、たけちゃん。はい、たけに酒。じゃあ、たかゆきくんどうぞ。スルーしたよ。誰も拾わない。もう時間問題だよ、拾わない、ね、そう言いますね。あっちや、マジで。どうぞ。しのきに、あ、僕、しのきって言います。しのき、たかきに、楽譜。なくても歌えるよ。まあ、ここはね、やっぱりそれはちょっとなんか、また微妙なね。うん、うん、完璧なのはね、グッサン、グッサン、ぜひ。みんな すごいリアクションするはずだからね、みんな。何それ。わかりました。わかんないから、はい。認知症のおばあちゃんにティーバッグ。これね。何ごめんなさい。あ、ちょっと間違えました、間違えました。認知症のおばあちゃんがティーバッグ。わかんない。お手お願いしまーす、お手お願いしまーす。はい、わかった、わかった。認知症のおばあちゃんに Windows ツイッターされまーす。よく卵お願いしまーす。卵お願いします。熱々のスープもお願いします。2品目になりました。だってわかんの。これあれですよね、スープも一気飲みっすよね。わかる。いいですね。あ、ね、これ辛いよ、本当にすっごい。私猫舌なんだけどさ、うん、暑すぎ。猫舌だからね。暑いよね。もうやけどしたわ。猫舌じゃないんだけどさ、なら分かる。じゃあ、グッサンね。何この合コンみたいな。もう、まあ、もうぜひぜひ、はい、俺全然もう、自前で食べて。自前で食べますよ、ね。僕はね、あんまり暑いの大丈夫なんですよ。うん、格闘家やっぱすごい。だ、中も鍛えてるから。楽
卵は一口で本当に大丈夫だね。全然大丈夫です。あ、なんかちっちゃくね。はい、ということでですね、はい、そろそろ恒例の原宿恋愛小説、はい、今日せっかくね、さつきちゃんが来てくれたんで、さつきちゃんに思いっきりね、声を出して呼んでもらいたいと思います。それではさつきちゃん恋愛小説どうぞ。朝、慌ただしく家を出て電車に乗り登校、授業が終わると部活が待ってる。とりあえず茶道部。こんな平和で話題性のない一日がただ過ぎていく。幸せって言ったら幸せなんだろうな。でもなんかちょっと足りない感じ。ストレス溜まってるのかな。明日ちょっとジョギングに行ってみようかな。次の日、目覚ましの音で目覚めた。初めてのジョギング。朝日が目に差し込んできて痛いぐらい。朝の空気はちょっとりため息があって、草木の匂いがついている風、確かに気持ちいい。しばらく走っていたら、あれ、おはよう、この辺りに住んでいるの？と急に声をかけられびっくりした。私の目の前にいたのは登校中電車の中でよく会う男の子だった。ちょっとかっこよくて、ちょっと背が高くて、ちょっと優しそうな、ちょっとタイプの人。顔から火が出るくらいカーッと熱くなって、おはようございます、さようならと言って走り抜けてしまった。このドキドキは何だろう。全速力で帰ってきたら彼に声をかけられたから、ジャージ姿を見ちゃったから、うまく話せなかったから、頭はパニック。でもこれだけは言える、朝起きは三本の毒。確かにちょっとお得なことがいくつかあった。私の平凡で平和な生活をノックする彼の訪問。一日の初めに加えた一つの行動で全てが動き始めた気がした。ありがとうございます。いいね、相変わらずドキドキするね、かけの恋愛小説は。ごめん、全然ない。これ恋愛小説。恋愛小説、恋愛小説。分かんなかった。ね、レイラちゃんには分かんないから。レイラちゃんね、今度ゆっくりね、LINE 送ってあげるから、そこでゆっくり読んで。いいよ、うっとうしいわ。そんな意味なんだ。これの10倍ぐらい送っとくから。いや、めんどくさい、読むのがめんどくさい。はい、で、ここでちょっとお知らせなんですが、実は今この原宿を舞台とした恋愛小説、はい、実はですね、3月でした。3月にドラマ、ドラマ化として決定しました。本当に全国発売しますので、はい、今のところね、いくつかキャスティングも決まってるんですけど、まあ、とりあえずグッさんがヤンキー教師ということだけは私の。あ、教師の方だったね。教師の方ね、ちょっと一瞬着替えてきたんだけど、なんか体操、ヤンキーポリス、ヤンキーポリスさん、違うの、ね、なんでさ、ここすっごい開けてんの。大変だったの。閉まんないんだよ。いろいろ選んだよね。ちょっと制服で来ようかなとか、バドガールで来ようかなとか、うん、ちょっと期待しながら見てた。入らなかったのよ、結局のことは。大体これだけ入る。決まらなかったら裸でもいいんじゃないですか。ちょっとすごいませんよ、中学生でなるから、ね、なかなか言いますな。慣れてきたね、本当に。危ない、これ8切れるよ、壊すよ、衣装、うん、まあ、そういうのもありっすよ、なんかバーってこんなんいいよ。みんなでなんか来たいそう、みんなでやりましょう。みんなでやりましょう。もうハロウィンですよ、ハロウィン。あ、そうか、おー、そうか、やりましょう、やりましょう、ハロウィンね。ちょっと来週はですね、はい、放送が休みになってしまうんですけど、そうなの、その次の27日、はい、まあ、ちょうどね、ハロウィンの週になってしまいますので、うん、その時はみんな、いろんなコスプレで、コスプレね、よだれ出ちゃった。もう楽しみでね。好きですね。ぜひやりましょう。すいません、すいません、はい、違うコスプレになっちゃうんだよね、私。いいよ、おー、コスプレ、コスプレ。じゃあ、多分その、普通の人こんな感じでしょ。じゃあ、ごめんなさい、今日の優勝者なんですけど、誰ですか、優勝者いました。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。一応警察ご用意していただいて。いや、だってほら、やっぱり竹は当ててるし、うん、1個はミスってるけど、はい、もう当ててますよね。で、みんな罰ゲームとかも誰一人当てたし、うん、しょうがないから、やっぱりね、はい、かわいいさつきちゃんに、さつきちゃんに、ここで国語嫌いなんだね。国語嫌いなさつきちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。
今日のギャラがさつきさんには決定したということで、はい、頑張ってまでしてね、国語 ね、ちゃんと授業出てもらってですね、でこのスルメイカーがどんどんね、はい、ギャラがアップしていくんでね、めっちゃ銀行だ、ステーキになったりしてる、食べれますよ、もちろんおかしなことね、今日も相変わらずグデグデで言われてでしたもん、はい、ということで、もう、はい、あと今に時間来ちゃいましたが、早いですね、もう何にもしてないよ、本当、ずっとおでんやってましたが、はい、まあ来週は休みなので、また再来週皆さん、わかりました、お会いしましょう、はい、はい、それではさよなら、さよなら。